どうもプロボラーの川添翔太です。本日も翔太チャンネルご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、ハイスポーツ社最新作のストームインサイト X を紹介したいと思います。ボールはこちらです。はい、インサイトシリーズ第2弾のインサイト X となります。今回レイアウトはこのようにさせていただきました。はい、5インチ、3インチ半、1インチ半と強めのピンアップでキレの出るレイアウトでさせていただきました。はい、このボールのスペックの紹介なんですけど、コアはですね、インサイトシリーズということでテンソルコアとなっております。 RG が 2.50、 デルタ RG が 0.053 と転がりのいいコアとなっております。そしてカバーストックは NRG2 ハイブリッドリアクティブということで、 NRG ベースですのでかなり強めのカバーストックとなっております。そして表面仕上げは1500番グリッドポリッシュのポリッシュ仕上げということで、まあ、今回ですね、前作のインサイトはかなりですね、転がりが強くて緩やかなボールだったんですけど、今回はですね、どちらかというとポリッシュ仕上げですし、 NRG2 ハイブリッドということで、結構カバーストック的なキレの出るボールなのかなと思いますので、まあ、どのような動きなのか早速投球していきたいと思いますので、最後までご覧ください。どうぞ。はい、それでは早速いきたいと思います。今日はですね、ハイスポーツ社最新作のインサイト X、 インサイトシリーズ第2弾ですね、投球していきたいと思います。さあ、どのようなボールなのか。わあ、転がりがやっぱ非常にいいボールですね。奥の受けはどちらかというとこう激しい動きではないんですけど、まあ、ポリッシュ仕上げなので手前の走りはいいんですけど、非常に転がりがよくって使いやすい動きのボールとなっております。いや、やっぱりね、このインサイトのコア非常に転がりがいいですよね。まあ、今回カバーストックが NRG2 ハイブリッドのポリッシュ仕上げということで、結構ね、奥が切れそうなカバーストックであるんですけど、このコアのおかげで使いやすくなっているような印象ですね。柔らかい、動きがね、転がり重視で激しくないんですけど、まあ、それでもね、やっぱカバーストックキャッチが強いので奥でしっかりと曲がってるんですけど、まあ、使いやすい動きなので、まあね、コントロールしやすいですし、ピンアクションも非常にいいボールとなっております。いや、今回ね、このポリッシュ仕上げで結構手前の走りはいいんですけど、奥で激しく動かないのでやっぱ使いやすいのが印象ですね。わー、使いやすい。フッキングポイントもやっぱ結構手前なんですよね。見た目的には結構奥に切れそうなボールではあるんですけど、転がりが強いのでちょっとね、フッキングポイントが手前な分丸く曲がってる印象ですね。うん、やっぱりそうですね、切れるというよりは緩やかな、ぐいぐい曲がるような印象ですね。使いやすい。やっぱかなりね、初代のインサイトもそうなんですけど、非常に使いやすいですね。ただ初代と比べてやっぱりカバーストックが NRG2 ハイブリッドポリッシュ仕上げになることによって、まあ、かなり奥の受けが強いんですけど、まあ、それでもやっぱコアのね、転がりが非常に強いので使いやすい動きとなっております。いやー、やっぱりこのインサイトのコアは使いやすいですよね。使いやすいんですけど、やっぱね、非対称コアなのでバックエンドがね、しっかりと曲がって、やっぱピン飛びがね、全然違いますよね。いやー、投げやすい。ちょっと難しいレーンコンディションでポリッシュのボールを投げたいときはね、持ってこいですね。 IQ とかも使いやすいんですけど、やっぱ対称コアなんですよ、 IQ は。それと比べてインサイトはやっぱ非対称コアなので、やっぱね、ピンに当たったからのやっぱピンヒットがね、やっぱ全然違いますよね。いやー、このボールはね、本当に使いやすいです。やっぱ転がりがいいので
っぱ激しく動かないですし、やっぱ使いやすいのでポケットに、ね、入れやすいですよね。いい、まあね、高回転の方にも、ね、特におすすめではあるんですけど、まあ、今回はポリッシュ仕上げなので奥はしっかりと曲がってるんですよね。しっかりと曲がるんですけど激しく動かないので、まあ、難しいレーンだったりちょっと遅いレーンで、ね、投げると非常にいいボールじゃないかなと思います。いや本当に転がりのいいボールですね。さあ今度はですね、あまり曲げず外からですね投球してみたいと思います。激しく動かないですよね。早くオイルのないところに行ってもやっぱ緩やかに曲がってきてくれるので、やっぱ使いやすいですし、外からでも非常に投げやすいボールとなっております。いやー、やっぱりね、転がりが良くてコントロール性の高いボールなので、やっぱ難しいレーンでね幅を感じやすくなるんですよね。やっぱりね、ちょっと今みたいな投げミスしてもやっぱカバーしてくれるのがね、やっぱこの使いやすさの秘訣なんですよね。やっぱり動きが激しいボールだと今みたいにね、ボールの出方がちょっと違うだけで曲がり方っていうのは大きく変わりやすいんですけど、今みたいにちょっと失投してもね、やっぱりリカバリーしてくれるのはこのねボールの良さなんですよね。いや今のはねちょっと投げ方ひどかったですけど、ボールの良さをね伝えるにはちょうど良かったかなと思います。明らかに手前からねボールが外に出てしまったんですけど、うまくねこらえてポケット行ってくれましたね。あ、これはいいんじゃない。おー、やっぱ今みたいに少し手前から捕まってもやっぱこらえてくれるんですよね。あれがやっぱ激しいボールだと曲がってねスプリットとかになるんですけど、それがねこういうコントロール性の高いボールっていうのはポケットに行ってストライクになってくれるんですよね。いやー、このボールはねオイルの上というよりは外からね投げる方がパフォーマンスが出そうなボールですね。あー、ピン飛びはね非常にいいですね。動き的には使いやすい動きにはなるんですけど、やっぱ非対称コアなのと、やっぱり、ね、NRG2 ハイブリッドリアクティブということで、やっぱドライゾーンのキャッチはしっかりと出てるんですよね。投げた感触としてはね激しく動いてないんですけど、やっぱしっかりと曲がってるのでピンアクションがね非常にいいボールとなっております。はい、今度は逆にですねオイルの多いところからスピード落として投球してみたいと思います。さあどのような動きなのか投球していきましょう。あー、でもやっぱり外から投げた時の方が動きがいい印象ありますね。中から投げるとやっぱ、ね、しっかりと転がってるので行き過ぎることはないんですけど、やっぱ動き的には緩やかなので、まあ、どちらかというと中からよりは外からの方がねパフォーマンスが出るんじゃないかなと思います。いやー、でもねやっぱ転がりがやっぱいいですよね。まあ、このボールのやっぱりね特徴はやっぱ転がりの良さとやっぱ使いやすさですね。激しく動かないですよね。今みたいにこうちょっと出すぎてもやっぱり緩やかに曲がってくるので、ポケットヒットしやすいんですよね。まあ、今回このねインサイト X 表面仕上げはポリッシュ仕上げではあるんですけど、転がりの良さとやっぱこの使いやすさが非常に特徴的なボールとなっております。それではローアングルから投球していきたいと思います。
ということでご覧いただきましてありがとうございました。今日はですねハイスポーツ社最新作のインサイトシリーズ第2弾のインサイト X を投球させていただいたんですけど、投げた感想としてはですねやっぱりこのテンソルコア非常に転がりが良くて使いやすいボールとなっております。カバーストックは NRG2 ハイブリッド、表面仕上げもポリッシュ仕上げということで結構表面的にはキレの出るボールなのかなと思ったんですけど、コアがやっぱかなり転がりが強くてやっぱりこうおとなしいコアとなっておりますので非常に使いやすいボールとなっております。まあ、ただですねカバーストックが NRG2 ハイブリッドということでバックエンドの動きは強いんですけど激しく曲がらずしっかりとグイグイ曲がるような動きとなっておりますので難しいレーンだったりキレの強いレーンで非常にねパフォーマンスしてくれるボールなんじゃないかなと思いますので、走るボールでやっぱ難しいレーン用外から投げる方でも非常にいいボールとなっておりますので、ぜひですね最新作のインサイト X 投球していただきたいと思います。はい、ということで本日も正太チャンネルご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひですねチャンネル登録と高評価の方もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。